の記念に撮ってると思うんやけど健康で無事に成長してもらうように願掛けに来たっていうかね。おはようございます、よろしくお願いします。父親になんか抱っことかしてもらうの好きでしたね。よくこの肩に乗って立ってたり、ああ肩車とか立ってとか、ね、してましたけどね。お願いします。これ括弧は健康のために言って合気道をね20何年やってるんですけど、はい、生徒いてるのでその子らに引き継いで、やっぱり肉体と精神と強い、ね、正しい子に育てていきたいなと思ってます。なんかやっぱり尼崎にずっと私生まれて育って、今も結婚して子供産んでからもやっぱりここにいるので、やっぱりちょっとこの神社に守っていただいてるという気持ちはありますね。子供が生まれた時も迷わずここにお宮参りに行こうと思いましたね。これからもきっとお世話になると思います、はい、大事な場所ですね。まあ、僕も東京とかねあちこち行ったんですけど、この尼崎いうところがね性格っていうか、ね、それに合ってるみたいで、やっぱこの自分の土地を守ってくれてるね、この貴船神社いうところがやっぱり思い出でもあるし一番大事なとこですね。阪神電車はやっぱりもう切ってもね切り離せない、もう電車は何使うのにも阪神電車だったので、ね、うんね、やっぱ電車といえばもう阪神電車でずっと小さい頃からお世話になってたので。